新幹線での移動中、大きな荷物を持っていた僕は座席に持ち込むことをやめ、ドアの付近で気を張って立っていました。失礼いたします。切符の拝見をさせていただきます。あ、はい。車内アナウンスが流れると、降りる人がドア付近に集まってきて、出口側にいた僕はとても邪魔になっていました。お客様、荷物多いですね。少々お待ちくださいね。言われた通り待っていたその時でした。すいません、お待たせいたしました。お客様、こちらよかったらお出口の向きが書いてありますので参考に使ってください。ありがとうございます。助かります。僕が困っていることを感じ取ってくれたのか、停車駅の開くドアの向きを紙に書いて渡してくれました。そうして僕は降りる人にまで気を使わずに目的地まで向かうことができました。気づいてくれた車掌さんに感謝しています。